頑張るね。頑張れ。Thank you.
っと端から少しずつ見ていきますか。まあちょっとね、まあごちゃごちゃってのはしょうがないよね、うん、この辺はまだちょっと置き場所が決まってないところで、机の上こんな感じ、こんな感じですね、はい、まあさっとで、ここの本棚がもう空っぽになっちゃいましたね、はい、で、みんなこっちにちょっと移動しちゃったのかな、しました。こんな感じです、今さーっと見ますと、だからさ、グッズを全部片したから、うん、そうね、全部ファイリングしたからさ、うん、グッズ飾ってたのがさ、うん、全然何も空っぽの状態でさ、うん、どうしようか迷ってる状態なんだよね、今、うん、あるでしょ、今まあその辺はねぼちぼち考えましょう。物が多いからさ、テレビ台の周りとかすごいじゃん。でもちょっと断捨離しようかな。テレビ台の周りお花増加ぐらいしかなくない？ちょっと今カメラ置きっぱなしだった。断捨離しようかなと思って。うん、じゃあ今度断捨離かな。はい、はい、とりあえずねまあ一段落というかちゃんと綺麗になったんじゃない？本棚さして。ね、掃除機もかけたんだけどね。まあちょっとライトとか、カメラの三脚とか、これはちょっとね、申し訳ないっていう感じですけど、翔ちゃんの部屋にあって。まあでもここで撮影するのがほとんどなので、もうほぼ置きっぱになっちゃってるのでしょうがないんですけど。はい。はい、コード類やばいよね。そうね、コード類も。そうね、うまくねちょっと隠せるようにね。本当はだってここにあったんだけど、なんか火事っていうか、うん、なんかそう、あ、そうそうそう、一回燃えちゃったんだよね。それからなんかずっとここにコードがあってさ、そうそうそう、それが気になるんだけど、ね、黒いしね、そうね、まあその辺もね改善できたらしていきたいですね。はい、はい、じゃあとりあえず、ね、はい、今日はまあ掃除っていうのかな、うん、ママに急に入られてきたのがきっかけなんだけど、はい、掃除をしましたということで、それではバイバーイ。めっちゃ疲れてますね、ぐったりですね。お疲れ様でした。絶対今ムカついてるでしょ、心の中で。分かってっちゃう。めっちゃ顔に出てるよ、ムカって顔。人事だと思ってみたいな顔で見てたでしょ今。分かってるよ。まあいいや、バイバーイ。